チャンネル登録してくれますか。はいか、家で答えてください。はい。というわけで、今日もデッドバイデイライトをやっていくだけの動画なんですけど、前回、生存者のエンブレムに関する動画を投稿したんですけど、その動画でお話ししたことの確認や検証を兼ねて、今回は実践編ということで、実際にお米粒をもらえるような立ち回りを意識して、生存者をプレイしていきたいと思います。まだ、前回の動画をご覧になっていない方は、ぜひそちらをご覧ください。画面左上に表示しているのは、上から善良な石、逃走者、光をもたらすもの、折れない心ですよ。その隣の数字は、エンブレムの色を示しています。0はなし、1は銅、2は銀、3は金、4は彩ですよ。さらに、その隣のアットマークの後の数字は、次のエンブレム取得までに必要なポイントの量です。まずは発電機を修理して、光をもたらすもののスコアを稼いでいきます。修理進行度 1% につき、1ポイント獲得できるようです。最終的には270ポイント必要なので、できれば発電機に大分は修理したいところですね。複数人で修理すると、その人数で分配することになります。ピオノは1人で 30%。ネアちゃんと2人で 30% ぐらい修理したと思うので、本当にざっくりとした数字で申し訳ないんですけど、だいたい 45% ぐらいですかね。ちなみに僕の血液型は O 型で、中の人も O 型なので結構適当ですよ。とりあえず最初にいる状態で、誰も釣られていない時って、ひたすら発電機回して、光をもたらすもののスコアを稼ぐチャンスだと思うんですよね。今のところ順調ですね。多分追加で 30% ぐらい修理したと思います。キラーさん来ちゃったので、罠を仕掛けてなさそうな方向に入れます。ここ回してたんですね。ケイトさんすみません。攻撃を受けると、逃走者のスコアがマイナス10ポイントされるらしいです。ちなみに、殺人鬼との距離によって得られるポイントは違うらしいんですけど、チェイス1秒につき、だいたい1ポイント前後入るみたいです。キラーを巻くとチェイスで蓄積したポイントが2倍になるらしくて、多分右上に脱出って出ると、キラーを巻いた判定になってると思います。15秒ごとにボーナスがもらえるっぽいので、できれば15秒以上、可能なら30秒以上チェイスをしてから巻きたいところですね。あと20ポイントで光をもたらすものが銀エンブレムになりそうです。あと、発電機の修理が1台完了するために、生存者全員に5ポイント入るらしいです。この裏にもう1台発電機があるので、ここは回しちゃっても大丈夫ですね。あとは固有の中と、固有挟んで反対側に1台あると思うので、そこさえ残せば固まらないと思います。多分、固有側に罠が仕掛けてあるので、注意した方がいいと思うんですよね。さて、これで光をもたらすものは銀エンブレム確定です。こういう時は複数人で効率よく治療してもらった方がいいと思います。しゃがむと治療してほしいっていうのがノラにも伝わりやすいですね。本当は先に固有側1台修理していたかったんですけど、まあバラバラで発電機回してて結構修理進んでしまってたので、次の1台を複数人で爆速修理できるかどうかが仮ですね。こういう草の中とか板の近くとかに罠が置いてある可能性が高いので注意して進みます。やっぱり固有裏に1台発電機ありましたね。ケイトさんというので一気に修理しちゃいましょう。カロリーイベント皆さん進みましたか？僕はちょっと仕事とか編集とかいろいろ忙しくて、あんまりじっくりゲームできてないんですよね。霊障、ナスカ霊障って、これはまずいですね。まあどうせワンパンなので、苦笑しているケイトさんが追われるのは役にいいのかもしれないですね。おむつしつつライト救助狙いましょうか。あっち向いてますね。こういう時は、後頭部に無駄にライトを当てない方がいいと思うんですよね。まだ僕の存在に気づいていない可能性もありますし、次回以降、ライト救助を警戒される可能性が高くなります。霊障の効果時間中は隠密するのがメタですかね。一応隠密しているだけでも逃走者のスコア稼げるので、無理にチェイスする必要はないと思うんですよね。ケイトさんを救助して、善良な石の20ポイントを稼ぎたいですね。前回の動画でも話しましたけど、ブレードを上げたいなら、最低1回救助、目標は2回救助したいところです。キラーさんかなり遠いので、このまま治療ポイントももらっちゃいましょう。いや、シノアの針内でもあるので、ボタニーと合わせて 200% の速度で治療できるんですよね。そういえば、前回の動画もありがたいことに、たくさんコメントをいただいていまして、結構面白かったのが、サイの城なんて読むかっていう話題で、
動画内ではいろんな可能性を考慮して、サイとか、アとか、ハとか、ニジっていう読み方を紹介したんですけど、彩りって読んでる人が何人かいて笑っちゃいましたね。なんだろう。本当にさ、一応、彩り1って読んでるんですか。まあ、ネタなのか本気なのかわからないんですけど、斜め上の読み方してる人がいてすごく面白かったんですよね。別にバカにしてるわけじゃないです。はい。なんかすいません。みんな個性があって、それはそれでいいんじゃないかなと思います。なんか神戸家外してくれたので、スマートな着地使って2階に入れようと思います。ここの2階は破壊可能壁が壊されてなければ結構時間稼げるんですよね。かといって、ヒラは2階脇じゃない限り、わざわざ2階まで行って壁壊してる余裕なんてないので、ヒラにとっては結構きついですよね。なんか生存者のエンブレムの中で、逃走者だけがどうしても計算方法なのがわからなくて、一応左上のところでカウントはしてみてるんですけど、多分結構間違ってると思います。すごくいい加減に計算してますし、隠密でどれぐらい稼げているかが全然わからないんですよね。こうして見てみると、意外とチェイスって途切れますし、30秒以上チェイスとか結構難しいのかもしれないですね。こまめにチェイスして稼ぐか、長く生存して隠密のポイントで稼ぐのがいいかもしれないですね。無理にチェイスしようとして誰を取って頑張っても、ダウンして折れない心の査定が気になったら意味ないですもんね。ここの発電機を何としてでも修理してしまいたいです。一応スコア的には、光をもたらすものは、キー以上は確定でもらえそうです。あとは、善良ないしのスコアを稼ぐために、味方を救助するか、治療してあげたいんですけど、こればっかりは試合展開に依存するので、難しいかもしれないですね。ケイトさんが種取ってくれてる間に、ここ修理しちゃいましょう。生存者だけじゃなくてキラーにも言えることなんですけど、なんかこのゲームって、圧勝すると、逆にグレード上がらないのおかしいと思うんですよね。例えば、光をもたらすものは、チームパークの効果とかで交代されなかったら、生存者4人で 500% のしか稼いでないことになるんですよね。なので、実力ができるだけ近いキラーさんとマッチングして、それなりに釣られて、それなりにチェイスもして、それなりで発電機を交代させられながら、頑張って修理して通電して脱出すると、褒め粒をたくさんもらえるっていうことになるんですよね。はい。一人で 60% ぐらい修理したので、これで光をもたらすものは、キーエンブレム確定ってところですかね。ここにも発電機あったんですね。固有側に3台、小屋側に4台の生成だったみたいです。最初に小屋側3台回すのは無策でしたね。キラーさんが徹底して固有側3台守ってたら、自利品で負けてたかもしれないです。これで光をもたらすものはあと20ポイントぐらいですかね。ゲートを開けると15ポイントもらえるので、この5ポイントは、多分僕がチェイスしている間に誰かが発電機回してくれてたと思うので、陽動っていう名目で稼れてるんじゃないかなと思います。逃走者のスコアに関しては、どれぐらい稼げているのか、もう全くわからないですね。チェイスはそんなにしてないですけど、キラーの近くにいる時間が長かったので、隠密のスコアで結構稼げてると思うんですよね。ゲート開放で15ポイントって結構美味しいですよね。ちなみに最後のチョンで15ポイントもらえるのではなくて、1% につき 0.15 ポイントもらえるっていうことらしいです。さて、逃走者と善良ないしのスコアがあまり稼げていないと思うので、ここは頑張って救助に行きたいと思います。ゴリゴリのフェイスキャンプしてますね。まあ当然といえば当然です。高台に釣られてるので、入り口のところに罠が仕掛けられてないかだけ注意したいところですね。あ、ちょっと待ってください。最後のお楽しみついてませんか。これはネアちゃんを守るために肉壁で入ります。なんだろう。肉壁ってどうやってやるんですか。こうなったらライト救助するしかないですね。ただ警戒されてしまうと思うので、どうやって油断させて担がせるかがポイントですね。はい。やっぱり警戒してますと。ライト救助のやり方なんですけど、キラーが生存者を担ぐ際に、ちょうど肩に担ぎ上げる瞬間にライトを当てると成功します。コツは、あらかじめ画面の中央にキラーの顔面を捉えておくことと、さっき言った照射し始めるタイミング、そして、ライト救助を狙っていると悟られないことが何より大切ですね。今はバレてると思うので、役立ったと思わせて、予想外の方向からライトを当てる必要があります。こんな感じですね。あとは負傷者を守りながらドラクエみたいに
ゲートの方に走るだけの簡単なお仕事です。ちなみに僕はドラクエ5とか6が好きでした。結婚相手にフローラを選ぶ人って正直リンデンじゃないと思ってます。ライト救助した意味なくて草生えるんですよね。もしかしてもう1回ライト救助のチャンスありますか。さすがに警戒されてても立っぽいですね。ケイトと肉壁入ればワンチャンありますかね。クック近すぎて無理ですね。もう1回救助狙った方がいいかもしれないですね。あ、それはもう無理かもしれない。しかもお楽しみトークンも溜まってますし、これは申し訳ないんですけど、折れない心のサイエンブレムをもらいたいので、リアちゃんには犠牲になってもらいましょう。光をもたらすものは多分サイエンブレム。折れない心はサイエンブレム確定。善良来しはライトスタンで34ポイントもらいましたけど、サイエンブレムにはギリギリ届いてないですかね。逃走者はマジで未知数です。では、米粒2つもらえたみたいです。全量ないしもサイエンブレムですね。計算的には足りなかったと思うんですけど、なんででしょうか。なんで治療で40ポイントも入ってるんですかね。ケイトに1回治療しただけだと思うんですけど、ライトスタンの34ポイントよりもたくさん入ってますね。よくわからないですよ。逃走者はキーエンブレムでしたけど、やっぱり本密によるポイントの割合が結構大きいみたいですね。何気にもうちょっと頑張ればサイエンブレムだったかもしれないです。光をもたらすものはほとんど発電機の修理によるポイントですね。計算上はもうちょっと少なかった気がしますけど、日頃の行いがいいからサービスしてくれたのかもしれないです。折れない心は特に確認するまでもないですね。一度もダウンしてないのでさえです。というわけでいかがでしたでしょうか。善良大師の治療だけなぜあんなにポイントがもらえたのか分かりませんし、逃走者はそもそもよくわからないので計測できなかったんですけど、大体前回の動画の内容であってるって感じですかね。皆さんもグレードを上げるときはぜひ参考にしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になったっていう方はチャンネル登録と高評価をお願いします。